はい、皆さんこんにちは。 BJ チャンネルボリューム22いくつだ、今、昨日からちょっと九州に来てまして、明日ちょっとあのお寺さんの方にあの行かなきゃいけないん で今日は、35年来の付き合いの長渕裕二さんのお店にが、リニューアルオープンしたというのでちょっと、さっき電話して来ますよ、いるよって言うからちょっと久々でちょっと会いたいから行きますって言って今お店に来てます。はい、どうも、ゆうじです。あ、本当35年だ ね35年。もう俺が吉川晃司をやってて、でゆうじさんが長渕剛を、まあ、未だにやってますけどその頃は若かったね、まだ20代だもんね。俺19だからね俺はまあもう本当なんか気がついたら年取ったね、私は、ね、もうそれで、そうで、ちょうどたまたまいつだっけな、何日か前に YouTube たまたま見てたら、ゆうさんが店、ね、あの移転してって言って、なんか内装工事がどうやってた時に、あ、俺の龍神さん、あ、映ってるってちゃんと紹介してくれて、あ、切りがたいなと思って、ゆうさんありがとうって言ってフェイスブック上げてたら、ね、それで、で、まあ、ちょっとまあ、会いたいなと思ってたから、もうちょうど、まあ、もう明日、明後日帰ったらちょっと東京戻らなきゃならないんであれなんだけど、だからまあ今日しか時間ないなと思ってさっき、ね、電話かけてたらいるっていうから。だってさ、うん、あの天ちゃんに書いてた龍神様に守られてるもん、お店は。龍神さん、うん、ね、1匹だったんだよ、2匹だと思ったら1匹だった。本当にね、守っていただいたよな。うん、だからそれはやっぱりそういう僕の YouTube チャンネルも、うん、もう当然ね、勝利ってそのガークとガークじゃない当たり前だよ。そうだから、そんで今もう来て店来て1時間ぐらいちょっといろいろ話したんだけど、昔からなんかね、ゆいさんもう俺と前世つながってるよね、つながってるねって話しててね、そしたらなんかいろんな今まで人に何て言うの、お互い言ってなかった、言えないしね、言えない話とかがしてたら、え、それ俺も同じ時期 にそういうことあったんだけどっていう話が結構、もう完全にさ同じ体験、同じ時期にしてるもんね。同じ時期にしてるから、やっぱそういうことってあるんだなと思って。あとね、なんか俺がいろいろ YouTube に上げたりとか、 YouTube っていうかあの Facebook に上げたりとかしてると同じ時間とかに似たような体験とかね、してて、その話してたら俺 がアップしてたとかね。いや、やっぱね、ほんとね、びっくりだよね。びっくりとか、だってさ、うん、初めてというかさ、うん、あの、まあ、即行大賞かな、まあ、その35年前かな、35年 ね、 ね、うん、あの他人の気しなかったじゃない、まず僕はね。俺もそうで、久しぶりにさ、六本木の思い起こせば交差点だね待ち合わせしてパルちゃん、パルケのとこね、待ち合わせして、うん、でその時にあれ絶対そうだよなと、うん、で、こうじゃなかったってそうだよ、やっぱりそうだよね、そうで、そっからさ、ずっとね、またもういろんなね、こうあったりして、あのだ、再会してからもうやっぱもう10年が経ってんだね。いや、もっとだよ。もっとだ。もっと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 。うん。再会してからだって、そう、もう15年は経ってんじゃないかな。そんぐらい経ってるね。うん。六本木でね、六本木の交差点で、うん、ゆいさんが来たらパニックになっちゃってね。あの、交番の前ね、交番長渕剛がいるって言って、もう大パニック。もう俺はもう全然、その頃誰も寄ってこないからね。いやいや、そんなことなかったじゃない。いや、もうだ。そんなことなかったね。あれさ、あの、リンゴパイスクールの加藤博士じゃないとか。そうだ、そんな時だったっけ。だから本当でもね、僕はもう何回もさ、うん、話してるけど、他人じゃないような気がするんだよね。いや、本当ね、前世からね。だからあるのよ、だからそういう、なんていうの、男も女もそうだし、あと、飼ってる動物とかもそうだけど、うん、ね、あの、ね、まあ、さっき、前話したんだけど、ちょうど8日に戻るって言ったら、9日の日にピノの生まれ変わり、うん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 、ピノちゃん死んじゃったんだよ、急にね。
でそれがの生まれ変わりの子が出てきて、うん、それをちょっとあのまた育てるっていうあれ でまたこれも本当不思議な縁なんだけど、もう伊丹哲也さんとかもものすごい好きなのね、うん、昔から、まあ、ゆうさんも知ってたと思うけど、んでやっと会えて、そこからもう今すごい、なんだろう、本当に、まあ、俺が半分一方的にもうラブコールしちゃって、まあ、まあ、あれしてんだけど、すごい、なんだろう、うん、すごいいい付き合いさせてもらってて、それだから、ピノが死んだ時も、伊丹さんに曲、伊丹さん曲を送ってくれたりとかして、で、伊丹さんともなんかあるんだろうなと思って、もう一番最初あれ間違いないって言ったらダメとかあるんだぞ、うん、あの曲を聴いた瞬間に、あ、この人絶対会わなきゃいけないと思ったんだけど、子供の時、今ちょうど中学生だったんだけど、うん、で、やっぱり41年かかったけど、やっと会えて、それで今も本当にもう兄貴みたいな感じ存在、もう俺、まあ、兄貴とはいないんだけど、まあ、ゆいさんも兄貴みたいな存在だけどさ、うん、そこはさ、やっぱりさ、うん、こう出会いっていうのは、うん、自然的になってると思うんだよね。それがなってると思う。おぎゃーって生まれてからさ、うん、前世でも、まあ、てっちゃんの僕じゃないけども、うん、前世からこうつながってるとかさ、うん、そういうのがあると思うな、うん、生まれた瞬間もね、母親の腹の中にいる記憶も全部あるし、ね、地球に転生してるのも8回目ぐらい記憶があるだけで、生まれるたびにさ、またこの星かよと思うわけよまた地球かよみたいな、何回も俺はこのまま腰に前派遣すんだよみたいなさ、そうそうね、また地球かよって、ドラゴンボールよ、ほんとほんとマジでドラゴンボールぜーっとじゃないんだから、ほんとほんとそうなんだよもういやでもさ、やっぱこうてっちゃんはさ、うん、宿命としてそういうのあると思うよ。いや、ゆいさんもあると思うよ、うん、さっきもの話じゃないけど、まあ、お恥ずかしい話ね、お恥ずかしい話、うん、僕は今だから言えるけど、うん、死のうと思ったこともあってね、そうそう、俺もね、樹海に行ったこともあるし、樹海に行って同じ住職に助けられて、うん、もう同じ住職に助けられてるのびっくりだよいや、そうなんですよ、皆さん若い時にね、若い時にね、若かりし頃に、まあ、お互い別々な時期にっていうか、まあ、時期的に一緒なんだけど、なんか自殺願望というかそういうのがあって、もう死のうと思って、だけど俺はもう死ぬって決めてるんだけど、どっかでビビって助かりたいってのがあったから、俺はタコ糸を木に結びつけてカラ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 って持って入って、何日かは遭難してもしのげるだけの食料とかを、死ぬんだったらそんなもいらねえだろうと思うんだけど、やっぱどっかでなんかビビってる自分がいてさ、だけどなんかもう嫌だ、なんかわからないけど、まあ、若かりし頃、今だったらなんでそんな風にしたんだろうなと思うんだけど、あの東進坊から飛んだらトゲトゲの岩だから痛いから嫌だなとかね、も俺もそういうの思ったら飛び込んで嫌だなとかね、ちょっと痛いなとかあったら、もしかしたら樹海だったら、ね、美人の、ね、死んだ、自殺した人とかともう仲良くなれるかもしんねえなって、横島な考え浮かんだりとかさ、なんかそういうんで、なんだろう、で、まあ、まあ、それで、ね、俺はタコ糸持って、何日か分の食料とか持って入っていって、で、助かったんだけど、そこでなんか、いっぱいいろんなのを見て、そこで寝ちゃったのか、気絶したのか分からないんだけど、気づいたらなんか救助されてて、で、ちょっと小太りの眼鏡かけた住職さんみたいなところで、おかゆと味噌汁とたくあんかなんか、俺漬物簡単なもの出されて、とりあえず食べて落ち着いてからじゃあ話 を聞きましょうみたいなこと言われて、ああって言ってた、ゆういさんそれびっくりだよね、同じことだったっていうかさ、ね、それでさ、俺の場合はさ、こうそれ受解した時にお菓子を置いてる、ヘンゼルとグレーテルみたいな、お菓子もヘンゼルとグレーテルには見えないけど、お菓子を置いてたもん、なんかあった時にね、戻りながら食べたりってよし、もうやっぱり生に執着してるな、そういうのがあったんだろうね、やっぱりね、だからそっからだからね、なんだかんだ言って、ね、まあ、
もう俺も56になって、ゆうさんも59。もう9だね、今年でね。ね、だから。まあ、本当に、なんだろう、進行してるもんね。してるしてる。やってることがね。やってることがね。だからやっぱりほら、うん、さっきの話じゃないけど、前世でもね、うん、絶対、俺、三内さんだと思うんだね。俺もそうだと思うんだよ。本当ね、ゆうさんとは、多分1回2回じゃないと思う、うん、もう何回も ずっとだと思う。だと思う。ずっとずっと、うん、もう本当にね、ずっと延々と前世からこうあると思う、うんうんうん、でだから前もそうなんだけど、前もゆうじさんと会う前とかって何の予告もなしにゆうじさんとのことを考えたりしてるわけ。一緒や、分かる。何にも、うん、会うとか、うん、そういう予定とか全くない状態なんだけど、後で考えると、あの YouTube とか Facebook とかでもさ、何年前の京都が出てくるじゃん。そうするとさ、ほぼシンクロしてんの、何年前か。だからあのパルペと会ったら4月の4日とかそんぐらいなのよ、十何年前の。だからそうそう、あの一緒に飲んで、そうそうそう、うん、パルさんとこ行った時ね、うんうんうん、だからそれもさ、さっきの話じゃないけど、うん、ずっともう俺たちはつながってるの。だからそれをだから全然なんて言うんだろう、あのもう全く意識もしてないし、うんうんうん、考えもしてないの、うんうん、でも Facebook とか見ると過去の思い出とか出てくるじゃん。ちょっと2年前の今日とかさ、3年前の今日とか出てくるんだ、うん、そうするとさ、ここに来てたとかしてるわけよ。してるね。してるの。あ、そうなんだと思って、ね、うん、まあ、それも勇者に限らずなんだけどね。いや、それ俺さっきの話じゃないけどさ、なんかてっちゃんがこう SNS で Facebook でアップしてるじゃない、うん、その時にあれ、これ俺昨日思ったことなんだな、俺具合悪かったのに、てっちゃん具合悪いの。そうそうそう、だあのね、そうだね、皆さんに聞いてくれる、俺、てっちゃんの考えたことなんとなく分かんないよ、大体、うん、だからそう思ったらさ、やっぱりね、ずっとね、あの繋がってというかね、これあると思う。双子はさ、離れてても同じこと考えてるじゃん。双子だったら同じこと言うんだよ。似た感じのとこあるよ ね。そう思うよ、俺、うん、だからもう双子だったかもしれないじゃないね、うん、うん、双子だったり、あと本当、うん、とにかく絶対に兄弟だったり、そういう血のつながりだったんだと思うな、うん、でやっぱり僕はこうね、なるべく我慢することあるんだけど、うん、やっぱこれ違うよって言った時はこうはっきり物を言わせていただくんで、うん、やっぱりなんていうのかな、ユウさんだから敵も多くなってくるもんね。俺も燃えるけどさ。だけどさ、間違ったことをさ我慢するのも大事だと思うのよ。それはね、うんうん、だけどそこでそれをね、まかり通したら、うん、ね、それがずっとおひれがついていっちゃうから、そこは違うってことだ。昔のだからなんていうの、昭和の親父じゃないけどさ、うん、ダメなものはダメって他人、うん、全然関係ない人間でも、うん、怒られたじゃん、うん、そういうこと今しないじゃない。今ないね。それを言うやつがやっぱいないとさ、ね、昨日の新幹線でさ、思い出したけど、こっち来るときにさ、うん、あのコーヒーをさ、あのワゴン販売していくんだね。それをなんか女の人がさ、全部こぼしちゃったの。通路が全部こういってわーってなっちゃって。なるほど。で最初俺分かんなくて、なんか何だ、女の人がこうやって一生懸命ごめんなさいごめんなさいって拭いてるからさ、あ、どうしたのと思ったらさ、コーヒーこぼしちゃって、それが通路の後ろからさ、真ん中ぐらいまでコーヒーが全部ドゥーって流れてきちゃったから、うん、あ、ちょっと待っててって、俺、で誰もしかとしてるからさ、俺あの、トイレに行ってさ、トイレペーパーガーッ持ってさ、こうやってこんぐらいやりしてさ、これ使って、うんうん、で、もう手伝ってあげようと思って、だから変なおっさんがさ、もうさ、てめえ、おなろう、お前がコーヒーこぼすから、お前、俺の靴が汚れたろって、どうなってるわけよ。なんていうの、お前、うるせえな、てめえと思ってさ、頭来ちゃってさ、もう一応、うるせえか、どういうときって、しょうがねえだろって思う、うんうん、わざとこぼしたんじゃねえんだから。いや、お前これで滑って転んだ、怪我したら危ねえだろ、どう責任取れんだって言うから、うるせえ、こんなやろって、ちょっといいから、まあとで俺話聞いたから、それ待っとけって言って、で俺もバーって吹いてあげてさ、で、そって、てんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんってさ、で次、新神戸やってさ、もうちょっと、ここ通路でいない人の迷惑だから、話聞いてあげて、うるせえよ、ちょっと来いって言ってさ、お前さ、って、
ね、しょうがないだろうが、ね、ああやって、ね、わざとこぼしたんじゃねえんだから、でも、ね、車内が、ね、コーヒーの匂いで充満しちゃってよ、もう気持ち悪いんだよ、こっち指定席取っててよって言うからさ、失礼なことやろうと思ってさ、で新神戸、新神戸ってフィークワーってさ、でまもなく明日しますルールって言ったら、ね、次の電車だったら、次の新幹線は、ね、もうコーヒーの匂いしねえと思うからよって言ってドーンと押したわけ、もう出ろって言ってさ、そのプシューってしまってさ、バーンって言ってさ、で車掌を呼んでさ、こうこうこうでこうでって言ってさ、今人うるせえから降ろしたから、多分次の望みかなんかに乗るから、荷物多分これそうだから、これあれしてやってくれって。いやごめん、俺そこまでしない。それがねひどかったね、もうその言い方が。いやたださ、そのコーヒーこぼしたからっつってさ、うん、それを言うそのお客がおかしいよね。でしょ、だ、うん、でそれでも収まんねえからさ、で誰もしかもう助けようとしないわけよ、しょうがないよ、見て見ぬふりだね、できないじゃん。ほんでさ、俺の後ろにさ親子連れの子供がいたのよ、でちっちゃな子供で、え、お姉ちゃん、ね、コーヒーこぼしたって僕が拭いてあげるよって言った子がいたわけ。おお、この子って親がさ、なんでお前はそういう余計なことをあれするんだろう、そんなことやめていい、手が弱いから座ってろなんて、うん、母親もいてさ、そういうお父さんの言うことを聞きなさいなって言ってるわけ。ああ、それはさ、だよこいつと思ってさ、あんなムカついてきちゃってさ、うん、やっぱり子供さそういうふうに言ったらさ、あ、まあもうすいません、ちょっと子供こう言ってるんですけど、ごめんなさい、しませんね、いいじゃない、うん、で子供はその素直な気持ちでさ、そう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 、ね、手伝ってあげようって言ったっていう気持ちがあるわけだから、それをさ、ね、手が汚れっからとか、お前はなんでそういう余計なことにいつも首突っ込むんだとか言う親もどうかなと思ってさ、うん、でその親 もう俺文句言ってるかなと思ったんだけど、それ言うとなんか俺がなんかさ、いろんなやつに絡んでるみたいになっちゃうからさ、もういいやと思ってさ、その気持ち、その気持ち分かる。とりあえずそいつだけ下ろして下ろしてっていうか、まあ、酔っ払ってたとかだったら押したら、ね、転んだりしたら怪我したら危ないんだと思ったけど、とりあえず、まあ、次の新幹線はもうね、もうコーヒーの匂いしねえから降りろよってドンと押した時にドア閉まったからさ、ちょうどよかったんだけど、まあ後でね、車掌さんが、まあ、だいぶ客も騒いでた、客その乗客もだいぶ声荒げててあれしたみたいで、っていうこちらの方からもちゃんとあ、そういう注意しておきましたからって言って、まあ、一応まあ感謝されて終わったんだけど、やっぱりさ、今のさこの時代というか、うん、世の中っていうのはさ、うん、なかなかそういうね、てっちゃんみたいにこう言う人いないじゃない。だゆうさんの言うでしょ、言う絶対言うよな、ちょっと言い過ぎたかなっていうのもあるけど、ねなっちゃうね、だからそれったらさ、うん、俺福岡じゃない、うん、東光寺とかにね、ツタヤがあったわけ、うん、今もうなくなったんだけど、うん、でそこにね、うん、プライベートでね、うん、DVD 借りたわけ、うん、で、まあまあ、車でね、自宅から行くわけ、うん、で信号赤で止まってるの、うん、さ、まあ若いからさ、うん、バンバンバンやるのはいいんだけど、うん、周りがみんなメイクしてバーッと占領するわけ、うん、そう、まあ、まあ、我慢しようかなと思って、でもこれはね、注意する大人がいないといけないと思う、うん、そしたらバーッと曲げて、おい、君らうるさいぞ、周りでね、しかも夜だろ、夜だから寝てる人もいるんだから、そういうのやめなよ、押して行きなさいって言ったら、うん、あーって言ったら、だからもう、まあ、ちょっと寄ってくれるって、ふーっと寄って、ガチャッと寄って、うん、ちょっと怖かったけど、うん、説教をさせていただきました、うん、そしたらね、わかりました、すいません、いい子じゃねえかよ、そう、ただここはちゃんと押していかないとダメだぞと。うん、怖かったけど、うん、だからね、本当ね、そういうのをね言う人がいないと、言う人はいないとやっぱダメよ、うん、この世の中は。そうだね、そしてね、うん、やっぱりね、その待ってる子たちもいると思う、うんうん、なんで、じゃあみんなそうやってさ、大人っていうのは怖い子とか逃げたりするのか、うん、僕たちは間違ってても何も言わずに見てみるふりするのかっていうさ、うん、そういう子たちもがね、うん、考えが出るとやっぱり悲しいじゃない、うん、だから僕たちの年代がね言えるっていうのはここは良くないと思うんだよね、うん、だから今まあ時代が違うから、うん、今のとね若者たちと僕らの考えが違うかもしれない、だけど、うん、僕たちのいいそのあこれは、うん、言っていただいてよかったなっていうことはさ、うんうん、伝えていきたいっていうのはあるじゃん、うん、
ね、そういうのはね、やってきたなっていうのは僕は、うん、てっちゃんもそうだと思うし、だから、うん、やっぱりこう誤解されてさ、そうそうそう、まあ、敵も多いし、まあその分味方も多いからね、うん、いいんだけど、まあ、だから逆に、うん、さ味方になってくださった方の方が多いっていうのは、そうそう、まあ敵が多いっていうのはそんなに一生懸命ね、うん、汗かいて頑張ってきたってことだね、しかも一生懸命行きたいしね、うんうん、まだね、もうたださ、じゃあさ、俺、うん、間違ったもの間違ったって認めて素直に僕は謝る、あ、それ俺もそうです、うん、そこをさ、うん、なんかわけわからないことを言う方もいらっしゃるしね、自分が、まあ、ただ間違ってたらごめんなさいってやっぱ言えるか言えないか、うん、そこがやっぱ大事だと思う、大事だよね、うん、大事だと思う、うん、だから本当なんだろう、もうね、俺ら若い時とかもはね、今の若い者はなんて言われたけどさ、もうにね、もう今で昭和平成、だって平成がさ今レトロになってるんだよ、そう、で俺ら化石じゃない、そうだよ、やばいさ、昭和40年代の生活とかさ、YouTube とか見てやばいの、戦時中みたいじゃん、しかも俺昭和30年代最後の39年だからさ、もうやば、俺化石やみたいな、やばいの、もうだってもう3世代だからね昭和平成令和でしょ、次も生きれるな、次生きる、次生きるかな、だからさ、僕たちは100歳まで生きてさ、うん、やっぱりこう後世に伝えていきたいのあるよ ね、 ね、 だからね、いいことをね、うん、伝えていきたいっていう、で、でも話してね、あの前言ってたけど、ユウじゃない、宇宙人にさらわれてインプラントされたって、うん、俺多分ね、そうだと思うんだよね、で、俺さ、うん、そうそうそう、その話やん、あの病院行くじゃない、うん、レントゲン取るじゃない、うん、でね、首かしげるわけ、うん、ドクターがね、うん、いやいや、でこう見るとあれこれなんだろうって俺も思うわけ、うん、でもしかしたらがんですか、いやあのどこも悪いと思うやつ、でもどうもこれがね検査しても分かんないんですって、これは何、これは俺ねこの耳のこの辺になんかこういつも出るんだよね、そうそう、だからいいな、俺は鼻から鼻かんだら出てきたんだけどさ、チップはさあれでも、ね、ってことはさ、俺は埋められてるってこと、埋められてると思う、ってことは俺がのことは全部全部もうデータでもう 今こうなってるこうなってるって言って、ある意味怖いね、どうでもそれが守られてるのがどっちかだよ、ただね僕はね、うん、あの思うんだけど、地球があるじゃない、うん、地球があるってことは宇宙もあるってこと、うん、で俺たちは地球人じゃん、うん、宇宙人も当然いるよね、うん、もちろんもちろん、でこれはいや UFO なんかいない、うん、宇宙人なんかいない、これは俺は理屈としても合わないと思う、うん、それはね、うん、だって地球人がいれば他の生き物もいるってことだ、地球人だけってことはね、うん、ないと思うね、 2000% ないから、うんうん、しかもねこう福岡でしょ、うん、でね空港でよく見る空港近くで、あでこの前送ったじゃない、あのあそうそうそうだ、あれとほぼ同じやつを俺もいっぱい撮ってるしね、そうでね、うん、それをね改めてね嫁がね冷静に見たら、いやこれは星だよって、いや星じゃねえよお前、いや星あんな動きしない、もう俺と娘は無気になってよ、うん、みたいで、嫁も認めたくないから、うん、もう嫁も娘も結構見てるしね、うん、やっぱ俺さらわれたってことかなと思うよ、だってそうです、だって毎回あるでしょ、うん、あるね、うん、だって病気だったらそれ、ま、絶対ね、それ出るの、レントゲン取ると、うん、であとね、歯取っちゃう、うん、歯のね、歯のレントゲンも取るときある、ね、あ、はいはい、歯科行って、うん、あの時もパンと見て、これはちょっと何か分からない、俺はもう、え、待って歯のところに生まれてんのみたいな、ただ俺はそういうのはちょっとこう分からない人に言うと、うん、頭狂ったと思われるから、いやいやいや俺ずっと我慢してたんだけど、うん、もうてっちゃんと俺はその話をね、もう全然全然するからさ、普通にあるからね、うん、なんで君たちは分かんないんだろうな、うん、ほんでよくさ、うん、あのメディアのね、民放のテレビのさ、うん、その UFO をあなたは信じるかとか、心霊を信じるかってあるから、ね、うん、ほんでまあ名前は出しませんけども、うん、ね、そういう批判をする方々がいらっしゃって、うん、え、じゃあさ体験すればねこれは信用できるよと、うん、だから実際僕もそう体験するまでは、うん、いるわけないじゃん、うん、あるわけないじゃんって思ってた、うん、でも体験したらねこれはね本当にねびっくりするぐらい、うんうん、しかもねあ当たり前だな、いて当たり前だなと思う、うん、
行って当たり前だよ。だとよくさ、うん、そのね、UFO に限らず神殿に対しての、うん、僕らの自宅あるじゃない、うん、ね、友達の家、うん、でそこを他人様が勝手に荒らしたらさ、そうそうそう、だから怒るじゃない。そう、だからそれと一緒なんだ。だからそれと一緒で心霊スポット行って面白い半で行ったら当然怒るわな。だからね、みんなね、霊の仕業、霊が悪いって言うけど、やってる人間が一番悪いんだよ。うん、うんうん、向こう目に見えなくても、向こうは向こうでして穏やかな生活を送ってるところに土足で来て写真撮ってギャーギャーなんて言ったら、うん、それは当然怒るじゃない、うん、それと一緒だから、うん、だから結局、うん、その何もそういうことしなければ何も起こらないってことだよね。そう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 、うん、だってそうだよ。だってね、今だってここにね、こうやって二人で配信してる時にさ、いきなりしょっぱら来てさ、ああ何やってんだよ、ねうぶちーなんて、お前の子になるってなるじゃん、ほんとしてよ、うん、だから、うん、ね、そのたださ、うん、これは言った方がいいんじゃないかな、うん、っていうことはさ、うん、僕ははっきり言うべきじゃないかなと思うし、うん、そうだからもう、ね、なんだろう、今本当ね、ちょっとでもなんか言ったと、もう俺らの昭和の時代だったら学校の先生今全員多分もう処分になってる。なってるね。全員ね。もうようなくなったな。一人残らず処分になってると思う。うんうん、だってさ、よまあ昭和時代っていうのはね、子供の前に竹刀持ってさ立ってる先生方いっぱいいらっしゃってた、うん。いた。今なんかやったらもう問題だよあれ。髪型がどうでもうバリカンで刈られたりとかさ。お前もまあまあ教官小上がりはバリカンブワーってね、うん。これもう。そういう、でも今はさ、そういうのがないから一生懸命あの先生としてね、うん、生徒のためを思って言いたいけど言えないっていうね、先生方が僕はかわいそうだと思う、うん、と思うよ俺も。で、うん、そこに親がしっかりそう理解した上で、あもう自分の子供がね悪いことしたら、うん、きちっと言ってくださいと、うん、これがこういう風になってほしいんだけど、そういう世の中じゃなくなってきてるから、うん、それはある意味あの僕たちの年代も、うん、そうにね黙ってきたのが悪いかもしれない、うん、だからまあ本当ね、まあ、そんな感じで、まあ、だんだん我々もねそういう、もう年を取ってきましたけどね、まあ、てっちゃん若いよ。ゆうさん若いよ。いや俺はもうどう見たってこう還暦に近く見えるから。見えない見えない全然めっちゃなんかもう俺より一割ぐらい下見えるから全然。でもね、あのほらうちのさんはねカウンターにいるのは絶対一番年上見えるよ。いくらいくつさん。あれ50、50が6月で50、はい、6月50です。一番老けてるよ。でもね、もう前一番最初来たからね、もう志村けんさんの、はい、ああそうさ最近さなんか自分でかっこいいと思ったのか、うん、いいよ、思ってないですよ。ハイメイクしないのよ。しないよ。そうじゃなくてキャラ的にさ、そっちの方がよくない？お店の雰囲気にちょっと合わないなって、うん、でもか、彼も、はい、UFO は見たことないんでね、はい、心霊はね、心霊はもうユウさんのだって信じてなかったから、うん、あのここに行ったらあの絶対に君は見るよと、うん、そういうのいつもであるわけないじゃないですか。で、あまあまあ今だに現在進行形であるホテルだから、うん、僕は名前は言わないけど、うん、泊まったわけ年末に、うん、見ました。見たんだ、うん、で人と思って話して、うん、そしたらいや、そんなはっきり見たの？そんなはっきり見たの？いいえ、ちゃんと足も早い、その後が大変だったんですよね、うんうん、ええ、まあまあ、僕のお袋が、はい、そうです、そうです、はい、俺のお袋がね、うん、皆さんに聞いてくる、僕のお袋が他界した時に、うん、彼は親子で見せてくれたんだけど、うん、でね、ありえないホテル泊まって、廃墟の確実に行くそこは、うん、何十年も前に廃墟になってた。あ、俺もそれあるよ。あ、前、そんなことあったんだ、はい、それで、あのその葬儀屋に連絡をしてそこ紹介しまったっていうから、うん、俺聞いたわけ、うん、誰もそんな電話受けてませんとか、うん、マジ危ねえな、まあ、俺それでさめちゃ怖と思って、お前本当に人間かって思った。いいよ、一応そうだと。でね、あの聞くところによると、うん、誰も宿泊者じゃなくて、うん、あなた方しかいないんで、うん、あなた方のお代わりありませんって、うん、マジ怖い、ご飯食べようと。しかもね、お金を払ってるって言うから、お金も払いますね。じゃあ廃墟じゃねえのかなと思って、僕は地元の友達に聞いたら、
あそう何十年前も廃墟になっただよな。マジで。なんかそこに泊まったらしいんだよ。だから、ね、マジで俺と同じような体験したやついるんだ、他にも。いや、あの泊まる瞬間は、うわここやばいとこだろうなって、下になんかコンビニかなんかあったみたいなんですけど、うん、ただあのもうあのガレージ閉まってて、うん、だからやばそうだったんだけど、そこしか分かんないですから、そこに泊まらせていただきました。いやだから皆さんね、そこはね本当に廃墟なんですよ。じゃあ最初に思ったら場所教えて、行かないけど。いや、あそこはね、うん、本当にね、で下にコンビニがもともとあったんだけど、そこも廃墟なわけ。でそのコンビニもあったの？いや、ない。いや、あのコンビニはなかったんですけど、どういうところ、下に何があったって、いや、コンビニラクシーなんだ、廃墟なんですよ。いや、間違いねえなと、泊まってるとか、はい、で、そこはさ、廃墟だよ、ないよ。俺も廃墟のホテルに、ホテルっていうか、廃墟の旅館に撮影で、釣りの映画の撮影で、どっかね、あのどこだっけ、栃木だが、あの日光とか、あ日光って何県だっけ、栃木の方 の湖を舞台に撮影したんだけど、泊まる民宿 がないからって、スタッフと役者とかが何箇所かに分けて泊まったのよ。で、俺と監督と助監督の3人で、で泊まったんだけど、そこがさ、誰も、なんておかみさんしかいないわけ。で、めっちゃ暗いのね。うん、で、もう素泊まりでよろしいでしょうかとか、素泊まりでいいですよって。で、あの食事はもう時間終わったので、あのお出しできませんけど、あの大浴場は入れますのでなんて言ってさ、ごびっくりだって言ってさ、他は誰もいないねなんて言ってさ、とりあえず風呂入ろうかって言って、だけどさ、冬だったんだけど、どんだけさ、浴槽に入ってんのさ、あったまんないの、寒いの、とにかく全然寒いねっつって完璧に。ほい で次の日に、まあ、とりあえず、あ、まあ、明日も仕事があるからっつって寝ようっつってさ、寝てさ、で出たらさ、あの他のスタッフがさ、どこ行ったんですかって言うからさ、何がっつって、あそこの民宿にっつったら、いやそんなとこないでしょって、どこ泊まったんですかって言うから、なんとかそうだったねって言ったらさ、って言ってさ、地元のさ役所かなんかにさ、その場所を聞いたらさ、もうすっげえ30年とか40年ぐらい前にもう廃墟になってるってわけ。同じ体験しようなの。でその場所もじゃあ案内するわって言ったんだけ ど来るときは道はちゃんとあったんだけど、もう獣道になっちゃって、草ぼうぼうで、こんな道はなかったけどって言って、いやでも絶対この道一本道だから、ここ行ったとこだって言って、行ったらさ、もう朽ち果てたさ旅館があってさ、でボンボンとか柱時計とかが時間も止まってて、ここだな、俺たちここに泊まってたなって。それあのその時にさ、もう別世界にいしたような気がするんだよね。だからその、あのもう完全にあのてっちゃんとか監督さん、助監督さんは俺一人じゃないかね、それはね、そのね、てっちゃんともお三方は、もうその時は、もうあるようなこうなんていうのかな、なんか誘われたというか、そうなんだろうな、ボタン通りじゃないけど、彼もそうだと思う、だってなお前同じ体験してんじゃん、てっちゃんと場所違うけどな、だからっつって何ドヤ顔しちゃダメだ、僕はあのテスさんと同じ体験をして嬉しいみたいなさ、いやこれねあるんだね、あるのよマジで本当に、いや皆さんね本当ねあるのよ、こういうのマジで。でもね体験してないとこういうのはねわからない方も、その時ね覚えてるのがね、あのねタバコ吸おうと思ったんだけど、火がつかなくて、マッチをくれ、火なんか火あのライターがありますかって言ったら、マッチくれたわけよ。そのマッチを助監が持ってたわけで、店これだよねって、店ってあの助監これだよねって言ったら、マッチはちゃんとあるわけよ、なんとかそうって書いてあるけど、電話番号が全然一桁、なんか怖いな、0何とかかんとか の東京だったら53いくつの何じゃないとかになってたの、とか3の182とかさ、そんな番号になってるわけよ。さあてっちゃんはさ、絶対にその別世界にこうわーっとこうやらないと思うんだけど、なんかこう引きずり込もうとする何かがこうあったんだろうね。
あるよ、異世界とかもあるしね。だからもうだから別世界の全く同じ時代の地球があって、こう歪みというかさ、そうそうそう、で同じ、ね、そこに、うん、ユージさんも俺もちゃんと生きてて全然違う生活してたりとかねっていうのも実際あるの。そこと、さ、こうそのね、その監督と、うん、助監督とてっちゃんがその泊まった時は入っちゃった時は、うん、あのこの世界にてっちゃんが違う方に行ってて、で今のてっちゃんがその本当はそこにいる別のてっちゃんがなんていうのかな、なんかわかんないんだけどね、あるじゃない、うん、説明難しいんだけど、だからまあ簡単に言うとあのバックトゥザフィッシャーが乗んない。ああ、そうそう、だから俺吉川君のモノマネとかやった時ももういろんなところで俺を見たってやつがいるわけよ。で、いや俺その時間はそこに行ってねえよって言ってんだけど、いや絶対精神間違いねえっていうさのも結構あったしね。服装とか全部聞いてもそうだし、俺はさ、確かに俺その格好知ったな、もうその時間は そこにはいないよとかさ、うん、さ、その時さ、うん、あの本当にさ、うん、その自分と、あこれ自分じゃないかなっていうのを見たら、なんであれドッペルゲンガーだよ、ドッペルゲンガーね、うん、あれだと本当に死ぬのかな、あれドッペルゲンガー俺もないけど、でも俺ね、俺の弟、うん、どう見ても確実に弟だと思って話しかけてるんだけど、全く俺のこと見て誰ですかみたいな 顔されてスーッて言っちゃったりだって、確実に俺間違いなく僕の弟だなと思ったんだけど、お前あの時耳も弟と縁切ってるけど、その時お前あの時あそこにこういう学校いなかったって、車もこれだよなって言ったら、いや車もそれだし俺もその格好してるけどその時間にはそこには行ってねって俺話しかけたんだけど、全く俺のこと初対面みたいな顔されて行かれちゃったんだけど、間違いなくお前なんだって言った時もあったね。あ、それね、私、うん、体験の娘があるわけ。あ、俺見せてってるじゃない、うん、で、あれパパ帰ったのかなって、そしたらね、俺の部屋でね、うん、寝てテレビ見てたらしい、あで、パパいるのって言うて、うん、で、見た時に何にも答えないで、うん、えみたいなことやったんで、でそれを俺帰った時に、うん、だから今のてっちゃんの話を聞いて、うん、やっぱりなんか同じようなことがあるなって、うん、もうその時ね娘さんビビったらしい、うん、いやだって俺店行くし、うん、どうする明日ってあれ何回もねあったらしい、俺ゆうちゃんの店行ってねえんだけどとか、明日電話したらどうする、いや勘弁してよ、いやそれめちゃ怖い、博多いないんだけどとか言ったらどうする、え俺いるけどさ、どのてっちゃんと喋ってんの本当にマジで本当、まあね、そんな皆さんね本当ねコーナーあるんですよ、まあ、いろんなねちょっと、まあ、不思議な話をねちょっとしてたからちょっとこれ面白いからちょっと配信しようってちょっと長くなっちゃいましたけど、まあそんな感じで新生有事もう、ね、1階から7階に移ってきたんだけどね、でも本当にてっちゃんにはねよく知っていただいて、いやいや、こちらもね、もう長くもう35年かな、35年もう長いですね、友であり、うん、本当にね、ただ芸能としてはてっちゃんは先輩なので、いやもう全然なかったですね、みんなね、うん、これからバン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 でてっちゃん画家としても俳優さんとしても即これがどんどん行くと思いますんで、もう下がるってことない、いやもう下がるのは明るくは明るいね、まあ、今後ともてっちゃんよろしくお願いします、いやもうこちらこそ本当ゆいさんね、本当もう本当にもう俺のもう数少ない本当に親友と呼べる人の一人なんで、だってて、うん、っちゃんがね考えたこと大体僕分かりますもんね、俺も分かる、うん、だからねそういう時はね長く LINE するさしてた時もあるし、うん、てっちゃんも何があったって、なんでわかんないんだ、あとだからもうね半年1年とか連絡取んなくても昨日今日まで普通に喋ってたみたいな感覚だもんね、うん、もう全然そんな感覚なの、うん、なんで本当まあそういう皆さんもね、もう本当そういう多くの、うん、のね浅い付き合いを友達いっぱい持つよりも深く長く付き合える、うんうんうん、友達を少なくともいいから持った方がいいと俺は思います、うんね、本当にもう、まあ、本音で ねこういう付き合いできる人少ないからね、うん、本音で僕ら付き合ってるし、うん、それでね
まあ、僕らたちが高いしてもね、またね、生まれ変わってもまた友達、また来もう次は地球じゃないとかでしょうね、まあもう違う違う星、違う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 星でこう、うん、やっぱりね、うん、今以上にこう楽しく暮らしてます、ね、もう地球はちょっともうやめよだってこの地球を壊してるのは地球人だからね、そうやね、一番の害獣は地球人だからね、うん、もうまあそんな感じで、うん、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、うん、長渕裕二さんと鉄道でお送りしました。お送りしました。どうもありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。